はい、まこねです。今日もちょっと早めに出ました。はい、まあ、4時29分、まあ、4時半ですね。うん。今日はもっとね、早く出たかったんだけど、もうちょっと仕事終わってから、デートの約束があって、そう、まあね、職場から、まあ、映画館に行くんだけど、まあ、映画館までそんな距離がないから、帰ってこないで、そのままチョッキじゃなくて、直接行けるように、そう、ちょっとね、そう、いつもはほとんどしない服を持ったりとかしながら、まあ、あれこれ準備してるうちに、ちょっと遅くなっちゃいました。うん。まあでもね、遅くなるってことは、まあ、いつも練習しているところで、まあ、1曲、2曲、3曲ぐらいしか歌えないみたいな感じになると思うんだけど、まあまあ、まあ、歌わないよりはいいでしょう。まあ、帰りね、橋の上でまたね、まあ、送るとか言いそうだけど、まあ、歩いて帰るからいいとか言って、そう、うん。まあ、もう、ねえ、初めてのデートで、だからさ、初めての人、うん、それも、2回しか会ったことない人。で、そう、私がね、あれ？ヒルビル放送局のキャリアトークのまこねえです。言ったような言わないような気がした。そう、まあ、いつもね、仕事を行ってる、これから向かってる土手のところのね、ところで、まあ、いつもウォーキングしてる方なんだけど、私がちょうど出勤するときに、休憩所でね、ちょっとした休憩スペースがあるんだけど、休憩所でよく休憩されてる、方なの。そうだなぁ。60、まあ70、ちょっと手前ぐらいかな。そう、もしかしたら70超えてるかもしれないけど、まあまあまあ、私は大好きなイケジーよ。そう、ちょい悪いイケジーみたいな感じの雰囲気かな。そう、まあ、そのイケジーと、まあ、私ね、仕事終わって後に、そこでね、ちょっと休憩するってことがあるから、休憩するときにね、そう、話しかけてくれて、で、まあ、まあ、いろんなお話してるうちに、まあ私ね、そこで、たまにね、YouTube の収録もしたりするから、お前さん仕事何してんだ？いや、そこで掃除の仕事してるんですけども、そう、その合間に YouTube 発信したりとか、もともとフォトグラファーなんで写真も撮ってますよ、みたいな話をしてる中で、まあ興味を持ってくれて、で、私の YouTube を見てくれてて、そうだ、そんな話をしちゃ、そう、発信するのにそんな話をしちゃダメだ。そうだよ。まあ、この話はなし。ま、いっか。ま、笑って許してくれるでしょう。うん。まあ、それで、最近ね、風邪気味じゃないの。そう、いつまで経っても風邪治んないから、それは栄養あるもん取ってねえからだよって話になって、栄養あるもん取ってはいると思うけど、そうそう。まあ、俺が、そう、なんか目も壊してやっけ。そう、ちょっと、一回デートしようぜ、とか言われて、そう、私いいのかなと思ったけど、まあ、誘ってくれるのはね、やっぱ嬉しいからね。そう、うん、じゃあぜひ、みたいな。でも、仕事帰りだから、そう、すっぴんで、まあ、今みたいな服装だけでいいって言ったら、いや、別にそんなのどうでもいいよ、とか言って感じで、うん、声かけてくれて、そう、で、今日、そう、ご飯食べ行こうって話になってたんだけど、そう、私はさ、16時間断食やってるから、まあ、ご飯っていうよりも、どっちかというと我慢してる映画みたいになって、で、だから言ってみたら、映画見てから、ご飯行こうでって話になり、そう、今日映画見に行って、そう、ご飯食べ行くと。そう、まあね、まあ若い頃はさ、いきなりのデートで映画とか言って、まあ事故が起こることもあったけど、もうね、若くないから。そう、私もね、そんなに映画館で事故が起こるような若さではないので、そう、問題ないでしょ。そう、多分、うん。そう、まあ、そんなわけで、今日終わってからデートなので、スタートが遅くなったって話をしています。さあ、今日の本題なんですけども、そう。今日はですね、
そう、先月のお願いの中に、アニソンのね、ジャズボーカリストになるっていう。しかもなった上で、まあ、なるのは簡単さ、売れるかどうか、売れるっていうか、まあ、人に呼ばれてね、お金稼げるような、まあ、多少ないでもお金稼げるような、ボーカリストになれるかどうかって言ったら、まあ、話は全然違うんだけど、なる、そう、自分でなりましたっていうぐらいは簡単よ。そう。それじゃあ、ちょっと新月のお願いにはならないから、そう、まあ、それで、話は書いたな。3年後に、ジャズアニメボーカリストとして人に呼ばれるような、ポジションになるっていうのを目標にしたの。そう。人に呼ばれるくらい、そう、呼ばれるっていうぐらいになれば、まあ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 、まあ、私の中では、まあ、満足。そう。もちろんね、ガンガンさ、呼ばれて、お金を稼げるようなボーカリストに、なりたいとかっていうわけじゃなくて、自分で歌うのが好きで、人に聞いてもらうのが好きだっていう、延長上でしかなので、まあ、それ以上、今のところも望んでるわけじゃなく、まあ、そういうのを書いたの。うん。で、同時に、まあ、今のお仕事は面白いんだよ。面白いとか、掃除の仕事好きでさ、いや、もともと好きじゃなかったんだけどね。そう、なんとなくやってたんだけど、そう、なんだろう。なんだろうな、実際手とか体を動かしてお金をもらうっていうもの、そう、まあ、実労働の、でお金もらうっていうのが、もう私にとってはね、あんまりね、ご縁がなかったなよ。今まで。そう、うん。まあ、実際ご縁がない方の方が多いかもしれない。会社の組織の中で会社として働いててっていうのだけども、まあ、私、まあ、いや、みんなご縁があるか。そう。まあ、自分で、毎日ね、私お風呂掃除してるから、まあ、今から行くところのお風呂は、まあ、ほぼ、3年ぐらい私、一人でお風呂を掃除してるから、まあ、3年間ここを綺麗に保ってきたのは私だっていう、勝手なプライドはあるさ。そういうのが心地よくて、まあ、特に新しい仕事とか、まあ、今ほんとね、月々の収入って、11、2万ぐらいのね。うん。まあでもそれでも十分で。それでも16時間断食できるぐらいはあるし、そう、何かものすごい欲しいものがあるっていう時は、まあ、ちょこちょこ貯めてっていうのもいいし、ものすごい高いものが欲しいっていうものもないしね。どっか行きたいってのもないから、まあ私の中ではまあそれで今十分で、そう、それ以上なんか仕事を増やしたりとか、そういうのは、まあ今のところ全く興味がないの。そう、うん。うん。まあでもね、まあ、3年ぐらい経つ間には、まあ、まあちょっと、もうちょっとね、私向きの仕事もあるかもしれないなぁなんて思ってて、新月のお願いの中に、3年後って書いたかな ?10 年後って書いたかな、ちょっとよく覚えてないけど、どっちか忘れちゃったけど、もうちょっと自分、私向きの仕事についてるって。で、ついて満足して、満足な生活をしてるっていうふうなことを書いた。そう。まあ、となると、そう。まあ、今後ね、新しいお仕事に、巡り合う可能性もあるなと思ってて、まあ、今日はね、いやー、妄想だよ。妄想。今日はね、ちょっと妄想力激しすぎる日だから、そう。デートなんてさ、そう。ねえ、そう、私にとってのさ、イケジーとね、さ、イケジーとデートなんてさ、ほんと久しぶりだからさ、まあ、私も興奮してるよ。まあね、この収録を発信するのはもうね、デートが終わってから随分経ってからだからさ、すっかりって言ってるけどさ。そう、まあそれはね、真っ赤な映画館の中で手でも握られたらどうしようなんて思ってるし、そうね、普段通りの格好でいいなんて話、まあ仕事帰りの格好でもいいなんて言ってたけど、まあまあまあちょっとね、そう、ちょっと、見栄えを強調するような服を持ってきてるあたりとか、しっかりメイク道具も持ってきてるあたりが、まあ、私らしいなとか思ってるんだけど、うん。そう。
まあ、後からね、その方がこれを聞いて、笑ってるこった、笑うこった。まあ、それで、まあ、そんなことがあるから、まあまあ、妄想も広がるわけよ。そう。で、ちょっと前に話したと思うんだけど、ジャズアニメボーカリストを、目指すというか、まあ、するという中で、路上のね、カラオケライブ。まあ、さ、ジャズボーカリストって言って、ね、ジャズのさ、バンド弾いてっていうわけにはいかないし、つながりもないし、まあ、活動すればつながりできるかもしれないけど、そう、まあ、ジャズ音、歌いたい曲のジャズ音源が全部あるわけでもないし、ジャズはそもそもそういうもんじゃないからさ、まあ、とりあえず、まあね、歌いたい曲のカラオケ音源じゃなくて、曲の中で、まあ、いろんな方がいろんなアレンジしてる曲が多いからさ、そのアレンジしてる音源を使って、そう、ちょっと、路上でカラオケライブしたいなとか思ってるの。そう、うん。まあ、そうするとさ、多分、そうするとね、そう、まあ、まあ、週1回からできたらいいなと思うんだけど、まあ、目立つさ。ぶっちゃけすごい目立つよ。ちょっとずつ。で、まあ、その中で、まあ、もともとね、私、お水の世界で働いてたからさ、なんだけど、今日なんか、走ってる人多いな。ここ数日天気悪かったからかな。うん。まあ、お水の世界で働いたっていうのもあるけども、やっぱね、そう、みんながね、お酒の席とかで騒いでるところにいるのが好きなのよ。そう。まあ、お酒飲むのはさ、そう、もう、やめちゃったし、もう、飲んだとしてもほどほど、それこそ、そう、過去にいろんな方に迷惑かけたんだけど、そう、飲みすぎて、そう、泥酔失禁脱粉みたいな、そんなさ、まあ、三重苦、みたいな、泥酔してそこら辺で寝て、そう、引きずられたと思ったら、おしっこ漏らしてるみたいな、まあね、そういうね、失敗いっぱいあるんだよ。そう、まあ、ことが私がね、ベロベロになると、ほんと、すぐ失禁するって、まあ、笑い話になってて、そう、私の誕生日プレゼントに紙おむつを送ってくれる人とか、未だに結構、未だにいるんだけど、うん、もうね、もう、泥酔して、まあ、皆さんにね、心配、ご迷惑かけるような、まあ、何度警察官に家まで送ってもらったことか、そんなことがないように、もうお酒は、もうほどほどに、うん。そう、16時間断食始めた時もお酒やめるって言ったっきり、まあ、やめるとか言いながら、まあ、月1回、2回、まあ、ちょっと飲んでるけど、最近はね、前はね、まあ、ウイスキーボトル1本ぐらい飲んでもさ、なんかまあ、とりあえず、立ってられるみたいな感じではあったんだけど、そう、最近は、ほんと、200cc ぐらいウイスキー飲むと、もう、まあ、飲むお酒にもよるけどね、まあ、コンビニで買ったさ、ブラックニッカー飲んでるんじゃねえ、みたいな感じだけど、そう、まあ、起きると頭ガンガン、やっば、肝臓、全然肝臓使ってないはずのになんでこんなに、二日酔いになるのみたいな感じぐらい、な感じだから、そう、多分ね、今だったら、スーパーゼロ?スーパーゼロだっけ?まあ、よくまあ、そう、マリファナ非合法なのにこのお酒は大丈夫かって、海外の人にさ、笑われてる、9% のね、スーパー焼酎、スーパーゼロかなんかだと思うんだけど、まあ、多分ね、今だったら 500cc 1本飲めば、もういい感じに酔っ払うんじゃないかな。そう。前はね、もうアル中ですかってぐらい飲んでたけどね。まあ、で、お酒飲まないから、まあね、お酒飲まなくても楽しいとこいるのがやっぱ好きなのよ。まあ、それで、そう、お呼ばれして場を盛り上げるぐらいのことはできるよ。そう、うん。まあ、歌うもいいし、踊るでもいいし、そう、まあ、そんなのね、お呼ばれして、まあ、コンパニオン、みたいなもんかな。まあ、コンパニオンはね、色を売ってるけど、私は色を売れないから、まあ、お笑いは、話題と、話題と、お笑いとパフォーマンスを売って、
って、まあ、ちょっとね、お呼ばれされたら行くみたいなお仕事も、したいなと思ってて、うん。そう、じゃあそれどうしよう。まあ、とりあえず、カラオケライブしながら、いろんな方とつながりを持って、そう、またね、そういうイベントとかそういうので、人を呼んでもらったりとか、まあ、そういうつながりがいっぱい増えてくると、まあ、こういうことをやりたいんだけど、そういう機会があったらご連絡くださいみたいな感じで、まあね、ランニングページとか、発信する方と受信する方を準備しておけば、まあまあ、それなりに、時間とともに流れは、まあそういうお話がいただけるようになってくるかなと思ってます。うん。そう。そうそうそう。まあ、1時間1万円ぐらい。1時間1万円は無理だ。そう。そう。まあ、まあ、2時間1万円。そう。あとはそれ以外は要素だ。例えば、2時間で終わる回じゃなくて、3時間、4時間の場合もあるわけじゃん。そう。で、2時間、3時間についていくときもあるわけじゃん。そう。まあ、2時間、3時間についていくんだったら、まあ、お金はいらないけど、延長料金とかいらないけど、次回のお金は出してね、みたいな。まあ、そんな感じ。で、やりたいなと思って、まあ、その1万円の言い訳は、そう、まあね、まあ、儲けにはならないさ。そう、そう、まあ、まあ、そういう時に呼ばれていくのは、まあ、そういう服も、まあ、衣装もね、それなりに、お金かかるし、そう、メイク道具、まあ、スキンケアはね、いつも使ってるけど、まあ、メイク道具も、まあ、それなりにかかるだろうし、そう、まあ、かかんないな。ごめん、嘘ついた。そう、私はね、スキンケアとかファンデーションくらいは、ずっと使ってるセプテムっていう、メーカーのスキンケア用品を使ってます。うん。で、それ以外は、結構、もう、いただき物、もらい物が好き。まあ、洋服の話も前したことあるかもしれないけど、洋服もそうなんだけど、そう、自分で買うよりは、人から譲ってもらったりとか、もらったりするのが好きで、これはね、化粧品もそうなの。人が使って、ちょっとね、色気に入らないからさ、使わないからいるとか言われたら、いるみたいな。そう、なんか、ちょっとね、使い方がね、良くなくて、なんかね、使えないからいるとかやったらいるみたいな感じで、まあ、メイク用品も、そう、うん。そう、メイク用品も、まあ、ペンとかも、基本的には、いただき物です。もらうの大好き。うん。洋服も、そう、うん。まあ、今着てるのね、今日着てるのはみんな、まあ自分で買ったのだけども、そう、まあ基本的に人からお洋服いただくの大好き。そう、うん。まあそんな感じで、うん。まあでも、まあ、そういうところにお呼ばれしていくんだったらね、まあね、もうちょっと、ほら、普通の女の子が、まあ今の普通の女の子たちは、まあなんだろう、ちょっと、コスプレもね、そういう子いっぱいいるし、そう、ちょっと、これ普段着で着るみたいな、もうほんとさ、ね、オールドタイプだよ、私なんか言ってしまえば。もう目が丸々みたいな。そんなに、肩だし、普通にさ、駅で、スタバでコーヒー飲んでるお姉さんが、いや、それほんと、まずくないみたいな。嘘でしょみたいな。もう外国人。私でもびっくりするんだから、多分ね、外国人が見たら、そう、もうキョトンとして、てん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 になるぐらい、そう、思い切った服を着てる方もさ、結構いるじゃん。ね、払うかでもいるんだから、まあ、ね、東京とかね、大阪とかもっといると思うんだよ。そう。うん。まあ、だから、まあ、そういう人たちにも負けないような、そう。まあね、まあ、
そう、さすがマコねみたいな感じの、まあ、衣装、服じゃなきゃあかんわけじゃん。そう、うん。まあ、そういうのは、まあね、まあ今ダイエットしてるからさ、まあ、16時間ダイエットしてるから、まあ、徐々に体がちっちゃくなってきたにしても、まあね、アメリカンサイズだったらね、いっぱいあるので。うん。まあ、そういうのが、まあ、買うのに、まあ、お金が必要ということで、まあ、2時間1万円ぐらい、プラスアルファ、まあ、洋装団っていう感じで、まあ、いいのかなと思うんだけど、まあ、その1万円の内訳、まあ、洋服代もあるんだけど、私はさ、そう、めっちゃけね、髪の毛いじるのは、そう、ヘアセットがすっごい苦手なの。そう。それはね、ちっちゃい頃からね、髪が長くて、まあ、お母さんとかにローセットしてもらって、で、自分でもね、おしゃれ一生懸命研究したようなさ、そう、女の子たちと同じような環境じゃなかったからさ、そう、私、高校生になるまで丸坊主だったもん。うん、だから、そう、まあ、おじいちゃんがね、切ってくれたから、ね、私が、いい嫌いじゃなくて、いい好きじゃなくて、まあ、おじいちゃんに切ってっていくと、おじいちゃん喜んでくれたからね。そう、まあ、そんな感じだったんだけど、まあ、そんな環境だったから、まあ、そう、自分で髪伸ばすようになったのなんて、まあ、高校生になってからだし、そう、うん、まあ、ね、高校生になってからも、私ね、結構ね、柔らかいさ、系で、そう、美容師とか、美容師の、子たちの、カットモデルしてたの。なんか、カットモデルしてるとさ、自分のさ、好きな髪型じゃなくて、もうその時その時で、髪型は違うからさ、そう、結局、自分で、ね、髪の毛をいじってなんとかってことは、まあ、なくて、まあ、今に至るんで、そうやってさ、髪の毛いじるのはさ、まあ苦手なのよ。そう、なんか、まあそういうところに出るんだったら、そう、まあ、美容室で、そう、髪の毛セットしてもらって、まあついでにメイクもしてもらおうみたいな。できればね、若い子たちの練習台みたいな感じで、使ってもらえればいいなと思って、まあ、そういうのはね、いろんな美容室回って、まあ、これこうなんだ、こうなんだ、これくらいの金額で契約できませんかみたいな感じで、まあ回れば、まあ、あるでしょう。そう。まあそんな感じで、まあ、5000円くらいは多分、そう、紙にかかる。もっと安く契約できるかもしれないけどね。そう。まあ5000円としよう。うん。で、まあ、まあそういうね、まあ、行く先のお店がさ、まあ、居酒屋とか、スナック、パブでもいいけども、そう、それはね、そこのオーナーに、まあ、気を使わなきゃいけない部分もあると。そう、だからね、まあ、日本ではね、チップ文化はないからさ、まあ、ちょっとね、おしゃれな、折り紙で作ったような、まあ、綺麗な紙でね、折ったようなのの中に、ちょっとね、まあ、お店の規模とかにも、1000円、2000円、入れといて、そう、まあ、騒がしくしてすいませんでした。そう、って感じと、あとはまあ、こんなことやってるので、なんか、話のネタになった、なるようでしたら、お話しください、みたいな。ただ、まあ、当日ね、突然来れるって言われても無理なんで、こちらの、ホームページからアクセスしてください、みたいな感じの、まあ、例えば、まあね、1000円、2000円でも、まあ、それを、お呼ばれすればいいね。やっぱ、行く先のお店あってこそだからさ、うん。そう、まあ、こういうのかと。そうするとさ、1万円もらってても、ね、2時間で1万円もらっても、まあ、実質手元の中の残るのは3000円で、そう、まあ、3000円でさ、服買おうなんだったら、一種でさ、ほんと、何回着たらボロボロになる、もう、数回着ればボロボロになるんじゃないのみたいな服しか、まあ、ないわけでさ。まあ、貯めて買うかっていう感じだから、まあ、結局、そこで、ね、お仕事になるような、そう、稼ぎにはならないわけよ。まあ、それでもね、楽しく、まあ、ジャズアニメボーカリストとして、まあ、活動でき、まあ、私らしいことっていう意味では、まあ、それはね、ちょっとやりたいなと思ってて、
それをまあ、あとで、あとね、喋るだけ喋って、あとね、こんなことしてないので、まあ書き出し、まあそれを友達と共有し、まあ、じゃあどうしようか、みたいな感じにしていければいいなと思ってます。そう、あとね、そう、まあ、これ発信している、多分ね、次の、前の日に、まあ、10月にね、イベント参加して、するんだけど、みたいな、私のアイデアをアウトプットしたやつを、分け入れたいと思って話してると思うんだけど、まあ、それにも関係するんだけど、なんだろう。募金を集めようと思ってるの。そう、何の募金かと言ったら、そう、私が綺麗になるための募金。そう、要は、脱毛費とか、スキンケア用品のお金とか、そう、あと洋服買うお金とか、そう、を、寄付していただけませんかみたいな、そう、ことを、なんか、答えることにしようかなと。うん。そう。ねえ、そんなのなんでお前のためにっていう人も怒られることもあるかもしれないけど、まあ面白がって、100円、200円か1000円、2000円か、1万、2万って入れてくる人がいるかもしれないからね。そう。まあそれはね、それはね、今時だからできるんじゃないかな。LGBTQ のクイアです、みたいな感じ。そう、その時だけ LGBT の、そう、トランスジェンダーのまこねえです、みたいな感じで。まあお話してもいいんじゃないかなと思って、そんなことも考えてます。そう、まあそんなことを妄想し始めたら、なんかね、今日、なんか昨日は寝れなくなっちゃって、気がついたらもう、7時ぐらいになって慌てて寝たら、またあの夜の仕事ちょっとね、寝坊しがちギリギリセーフだったみたいな感じだったけど、まあ今日は、デート楽しんで、まあ、なるべく早く帰って、まあ、いつも15時ぐらいには寝てるから、そう、遅くても2時には帰りたんだよ、なんて話をしてたって、まあね、まあ2時には家に帰れることでしょう。そう、とか言ってね、2時にちゃっかりね、どっかのホテルで待ったりしてるなんてことも、大丈夫。そう、そんなイレギュラーなことがあっても大丈夫なように、しっかりしてきました。私もバカだよね。まあ、そんなわけで、今日の分けありたいトークは、まあ、ちょっともう、今日、デートということで妄想が行き過ぎてる、ちょっとね、暴走気味の、私の、妄想話を中心に話してきました。もうすぐね、ちょっと土手を渡り切るっていうところで、まだね、話し始めて30分ぐらいなんだけど、ちょっと今日はここら辺でやめたいと思ってます。そう、話の切りがいいのと、ちょっとね、歌いたいなと思って、時間は4時57分ぐらい。そう、そんなわけで、まこねえでした。今週は明日。違う。今収録してる人、収録してると発信してる人が違うんだ。そう、まあ、これはね、スプーンで見てる方は、水曜日にアップしてます。あ、そう。私のね、やつをリアルタイムで聞きたいって方は、スプーンでは、リアルタイムで発信してます。はい。なので、スプーンの方をご利用ください。そう、スプーンは SPOON で、アプリを探すと見つかります。アプリを、インストールして、登録してもらって、そう、登録もね、Google でも Facebook でも Twitter でも登録できたと思うので、Twitter はどうだかな。Twitter はなんか最近仕様変わったみたいでできないかもしれないけど、まあそんなことで、まあスプーンに登録してもらって、マコネとかマコイズムとかで探すと、まあすぐ見つかると思うので、そこには、そこは、毎日ね、収録した直後、6時か6時15分には最新のものをアップしてます。そんなわけで、今日は、こんな感じで終わりにしたいと思います。今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。まこねでした。もうわかるよ。だって自分でさ、なんかもうさ、ウキウキして顔がにやけてるってわかるもん。
そう、今日ね、仕事行ったらね、おばちゃんたち、どうしたのそんなウキウキしてみたいな感じで突っ込まれると思うんだけど、そう、いや、別になんか言ってしまう私が、アホ。じゃあね、また明日、バイバイ。